ほう。ああ、素晴らしい味だ。素晴らしい味だ。
時間食っちまった。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。
ほう。ほっほう。
おい。すいません。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。
やんのか。しばらく寝てろ。しばらく寝てろ。いや。何？おい。ん？
いや。どちらまで行かれますか？それでは出発いたし、合流会がクーデターを。合田隆二は何が何でも関東と関西の全面戦争に持ち込む腹積もりです。二人を連れ去った海外組織の正体は分かったのか？いいえ。それで大吾を連れ去ったその男は深夜の1時天野ビルに一人で来いと言ったんだね。はい。これは罠だよ。分かっています。ですが行かないことには相手の素性も狙いもつかむことができません。そりゃそうだがね。その海外組織と合流会は裏でつながっているのか？間違いないでしょう。合田会長と大吾を誘拐するのは合流会以外に考えられませんから。俺の組事務所を爆破したのもその海外組織の仕業か？ということは神室町に詳しい組織に違いない。それならなおさら一人で行くのは危険だ。新道、天野ビルがあるところはお前の島内だったね。相手に気づかれないように桐生の警護をしてやってくれ。お断りします。どういうことだ？うちの若い衆は桐生のおじきに組み潰されかけた恨みを忘れちゃいません。ですから警護など。バカ野郎、あれは錦山が裏切ったからだろうが。そのことは重々承知しております。しかし自分たちは錦山の親父に惚れてこの世界に足踏み入れたんです。今でも親父に対する思いは変わりないんです。組の方針に従えないのかい？たとえ登場会の大門を外されようと、それだけ。分かった。錦の男気を一番よく知っているのは俺だ。お前たちの気持ちはよくわかる。ただ一つだけ聞いておく。何でしょうか？俺に対する恨みがい、腹の中に包み隠してるもんはないだろう。ありません。そうか、それなら失礼します。
ええ。頼む。はい。おい。へい。
おい。 はい。 はい。 はい。